それ。いいでしょう。フランスに出張に行ってたパパがね、お土産に買ってきてくれたの。世界で200個しか作られていない超レアな限定モデルなのよ。ねえねえ、レアって？そりゃ特別に甘くて美味しいってことよ。エクレアとかレアチーズケーキとか。そういうのってあんまりしてこない方がいいんじゃ。そうそう、そういう貴重なモデルは箱から出さないでそのまましまっておいた方が後でプレミアがつくっていうぜ。いや、私が言ったのはそういうことじゃなくて。あら、分かってないわね。そういう貴重なモデルを気軽に身につけるのが本当のおしゃれなのよ。おー、やったから。そういうことでもなくって。こうか。あ、ほら、飯だ。タッペイ君も見せてもらったら？あ、いいよ、あんな高そうなもん壊したら悪いしな。え、あ、いや、大丈夫。これ、壊れにくいって有名なんだから。いくらぐらいしたの？30万円。それ、本物だったら30万以上する。え、30万？そんなにするの？これはもうちょっとしたお宝だわ。あの、やっぱりそういうのを学校に持ってこない方が良かったんじゃ。日本は非常に山がちな国土で、平地はわずか 25% 前後しかない。はあ、早く終わらないかな。じゃあ、次を谷村。あ、はい。平野部では都市化が進む。ご飯。あー、なんだ。やっべ、うんちしてるよ。江口、先生が預かっておく。ごめん先生、鳴るなんて知らなかったんだよ。見逃して。ダメ。いいか、みんな、こういう学校に必要ないものを持ってくるんじゃないぞ。はーい。よし、社会はここまで。どうしよう。ごめんなさい、私のせいで。あ、偶然だよ、偶然。あんなの友達からタダでもらった中古品だもんな。一言多いぞ。でもどうするの？ミオちゃんの時計だって見つかったら取り上げられちゃうかもしれないわよ。とりあえず見つからないように机の中に隠してあるけど。おい、学級委員。は、はい。すまんが、教室からストップウォッチを持ってきてくれないか。はい。あれ、ヨシキ君まだいたの？うん、ちょっと。もう授業始まっちゃうよ。うん。変なの。ストップウォッチ、ストップウォッチ。あれ？時計出しっぱなしじゃない。うん、世界で200個しかないのよ。ちょっと見るくらいいいよね。100個しか作られてない限定モデル30万円。弁償するとなると、現在私の毎日のお小遣いが100円だから、1、10、100、1000、3000日。フルード仕入れたとして、8年と78日。とても弁償なんてできないよ。一体誰がこんなことしたんだ？待てよ、このまま黙ってたらわかんないかも。先生に相談した方がいいんじゃないかしら。ダメ！そんなことしたら私が怒られちゃうもの。まあまあ、ここは私に任せて。この美少女探偵マリー志村が必ず犯人を見つけ出してみせるわ。
私たちが体育で校庭に出ていた間の犯行ね。それで犯人は分かったの？知らんぷり。謎は全て解けた。犯人はこの教室の中にいる。みほちゃんが今日この時計をしてきたってことを知っているのはこのクラスの子だけよ。でも俺たち全員体育で外出てたぜ。その通り。だけど一人だけみんなより遅く教室から出てきた人がいるわ。ねえ、ゆうしきくん。違う、僕じゃない。そういえばよしき、校庭に出てくるの妙に遅かったよな。僕は靴ひもが切れちゃったから。それで。あなたわざわざ替えの靴ひもを持って学校に来るわけ？持ってこないよ。持ってこないから家庭科用の糸でなんとかならないかなって。違う違うってば。よしきくん、腕時計のこと詳しかったわよね。あなた、みほちゃんが腕時計を見せびらかしていたのが妬ましくなって壊したんじゃないの？僕、そんなこと。違うよ、よしきくんは何もしてないんだってば。ひどいじゃない。これ弁償しろよな。僕はごめんなさい。私が悪いの。見せてもらおうと思ったら手が滑って水槽の中落ちちゃったんだよ。だからよしきくんは関係ないの。ミコ、誰が犯人だって？いや、それは。でもひどいじゃない。ちゃんと机の中に隠しておいたのにわざわざ引っ張り出すなんて。だって時計机の上に出しっぱなしになってたんだよ。ごめんなさい。木下さん、私なの。最初に時計出したの、ちょっと見たいなって思って。そしたら落として傷がついちゃって。なんか谷村さん、その時計すごく高いみたいなこと言ってたから、私怖くなっちゃって。本当にごめんなさい。やっぱさ、人のこと疑ったり本当のこと隠しちゃダメよね。まあ、壊れたら困るようなものを学校に持ってきた方も悪いしな。何よ、30万円するのよ。世界で200個しかない特別な時計なのに。これ動いてるけど。本当だ。時計がストップウォッチに切り替わってただけだよこれ。嘘。さすが30万円、よかったじゃん。なんだ、脅かすなよな。何が脅かすなって。服も着替えないで何をしてたんだ。もういい、このままで4時間目の授業始めるぞ。え、何？偽物。あれと同じのだったら500円ぐらいで売ってる。そんな。この場合、素直に打ち明けるべきか、そっとしておくべきか、それが問題だ。